皆さんこんばんは、水野優香です。今日はまたまたね、オンラインでじゃじゃーん、無印良品です。今日も気になって購入したものをどんどんご紹介していきたいと思います。使用シーンも紹介していくので、無印良品の買い物に行く方の参考になったらとっても嬉しいです。ではどうぞ。これまだ実は届いて開けてないので開封していきたいと思います。じゃじゃーん。今回購入したのは、季節のね、変わり目に欲しいファブリック系だったり、私が大好きなリピート食品、あとちょっと新製品、新しいものと、ちょっと SNS で話題になってて私が気になるなって思った商品をいろいろ購入してきたのでご紹介していきたいと思います。ではまずはね、季節物の商品からご紹介していきたいと思います。こちらです。綿30ガーゼの敷金布団シーツ、ゴム付きセミダブルサイズ、4490円になります。多分ちょっと前も言ったと思うんですけど、最近ね、寝具をガーゼで揃えるのにとってもハマってます。でこれは優しい肌触りのガーゼを3層に折り上げ、ふっくらと仕上げたオーガニックコットンの敷布団シーツです。気持ちよさそうなコットン生地です。ここがね、こんな風にゴムになってるので、ベッドマットにこう引っ掛けてね、使うタイプの敷布団シーツで、三重になってるんで、かなりね、ガーゼだけど厚手になってて気持ちよさそうですね。もうね、こういうね、真っ白なね、寝具で気持ちよく眠りたい。今本当に赤ちゃんがいて、睡眠っていうものにかなり注目していて、どんだけ短時間で気持ちいい睡眠を取れるかどうかっていうことにすごくね、意識しているので、これを敷いて気持ちよく寝たいなと思います。ちなみに今、掛け布団カバーも枕カバーもガーゼにしてます。本当にね、それがね、気持ちよくって、今回はね、もう下のね、敷布団もこのガーゼにしてみました。で、私まだちょっと洗ってないんで何とも言えないんですけど、口コミの方でこのガーゼはドラム式洗濯機で乾燥機をかけてもシワシワにならなくってよかったっていう口コミを見て、あ、じゃあ今回無印で買ってみようと思いました。では次の商品です。こちら、足にフィットするスリッパ M サイズの790円になります。スリッパは結構無印を数年愛用しています。で今回のこの商品は再生コットン入りの綿平織りの素材になってます。もうね、今サスティナブルすごくね、話題になってると思うんですけど、やっぱりね、この再生コットンとかを使っているものだと環境に優しいなと思って、今回はこれにしました。裁断時に出る端布を無選別のまま砕いて混ぜた商品だそうです。なのでね、このいろいろな色から生まれたグレーですっていう風に書いてあります。無印のスリッパはかなりね、シンプルイズベストで、履き心地もいいのも好きだし、後ろがね、このタイプのスリッパ大好きです。ここがゴムになったタイプのスリッパだと、階段のヘリがね、こうベリベリってなってしまって、それが怖くて、ずっとね、こういうタイプのスウェード風の底のスリッパを履くように意識してます。なのでね、シーズンが来るたびに無印で購入してるんですけど、夏場はね、この無印のインド綿タイプのサンダルが大好きなんですけど、ちょっとね、まだね、足先を開けるにはちょっと寒いので、一回ね、このタイプのスリッパを購入しました。では次、ちょっと前に発売された新商品です。もともと私がすごく愛用していたものに新しいサイズが出たのでご紹介したいと思います。こちらです。シリコン調理スプーンのスモールです。お値段は490円で、長さは約25センチタイプのものになります。もうちょっと大きいタイプのものを愛用してるんですけど、もうそれがね、めちゃめちゃ使いやすくて、スモールサイズが出たっていうことで即ポチッとしました。こちらがシリコン調理スプーンスモールになります。今までのものと同じ素材で小さくなったタイプになります。ここに穴が開いているので、吊るして収納することもできます。では
今までのやつと比べてみます。これが大人気のシリコン調理スプーンです。パッと見の大きさはほぼ一緒なんですが、スモールの方は長さが約25センチ、こっちのシリコン調理スプーンの方は約26センチと記載がされています。スモールタイプの重さは約 50g、 レギュラーサイズは約 105g になります。これの方が軽くてとても調理しやすいので、そのまま食卓の取り分けスプーンとして使ったり、お味噌を取るときに使ったり、いろいろできると思います。では次です。視聴者様からおすすめされて欲しいなと思ってた商品を購入しました。こちらです。ダイヤル式キッチンタイマーです。私100均のキッチンタイマーをずーっと使ってたんですけど、なんかいいキッチンタイマーないかなーみたいなことをこの YouTube で話した時に、 4,5 人の人から無印良品のこのダイヤル式のキッチンタイマーがおすすめだよっていう風に書いてもらったので気になってました。中はこんな感じです。ちゃんとね、電池もついてるんですね。今開けたばっかりなんですけど、やっぱ100均のとは違うなっていう、なんか高級感のある感じですね。よくある100円ショップのキッチンタイマーと無印良品のキッチンタイマーを比べてみたいと思います。こちらは確かセリアで買ったキッチンタイマーになります。これはここで電源を入れて1分ごとにこんな感じで押して、秒数は何回もこうやってボタンを押さなくてはいけません。こういう感じですね。でも無印のキッチンタイマーはこのようにダイヤルを回すと10秒ごとに上がっていく形になります。これを半時計回しにすると時間がこのように戻っていきます。でこれをスタートするとこのようになって、ストップすると止まります。でこれでリセットになります。時間が来るとですね、このように過ぎた時間がカウントアップされるのもすごく便利な機能だなと思いました。あとは後ろにね、こんだけしっかりとマグネットがついているのでレンジフードに取り付けることも可能です。つけてみた感じ、全然ビクとも動かなかったので、とても強力だと思います。では、次です。じゃじゃーん！市場のカゴ、朝型角、お値段は990円の商品になります。実は、ベトナムの市場で使われている竹で編んだカゴになります。私、無印は結構ネットストアを愛用してるんですけど、その中のね、項目で、このファウンド無地っていうコーナーがあるんですよ。実は世界中のアイテムを無印で販売していて、長く廃れることなく生かされてきた世界中の日用品を習慣の変化に合わせて少しだけ改良し、適正な価格で再生するっていう取り組みをしているんですよ。ほんとね、このね、コーナーがすごい面白くて、スペイン、エストニア、アメリカ、イギリス、日本、フィンランド、ベトナム、中国、キルギス、インド、フランス、ドイツといろんな本当に世界中の国から集めた商品があります。でその中でね、私が前から気になってて買おうかな買わないかなって悩んでたのが実はこの商品で、これから暑くなってきた時に盛りそばだったり冷やしうどんとかを作った時にこれすごい
あったら便利そうだなと思って購入しました。で、ちゃんとね、サイズを測って、これに合う角皿がね、私の家にあったので、ちょっとね、これをね、購入してみました。では、次。ここからはね、ちょっと SNS で見つけて、あ、ちょっと気になるなって思って買ってきたアイテムをご紹介します。こちらです。ポリプロピレンのケーブル収納です。お値段は190円という激安価格で、インスタグラムで見つけたと思うんですけど、この商品はね、かなり話題になってる商品です。では次です。じゃじゃーん。取り外せるペンケース付きの手帳カバー A5 サイズになります。お値段は税込みで1490円の商品になります。もう無印らしいこの黒いとシンプルなこの四角い手帳ケースなんですけど、でジップがこんな感じでついてて、こんな感じでね、メッシュのこっちがジップになったこういう取り外せるポーチと、中にこうやって入れるメッシュのものがついたアイテムです。これもちょっと使い方をね、ご紹介していきたいと思います。どうぞ。ではここからはね、私のね、リピートアイテムをご紹介します。まず一つ目はこちら。エヴァケースファスナー付き B6 です。お値段は税込みで100円の商品になります。私はね、鰹節を収納したり、麺を収納したり、いろんな用途で使ってます。サイズもね、結構これ豊富で、何種類かあるんですけど、今回はね、この B6 サイズを1、2、3、4、5、6、7、8個購入してきました。本当にこのケース、100円とは思えないぐらい、すごいね、ソフトな、このスライダーがすごく良くて、で、ちょっと半透明で中が見えるタイプのケースになります。これを今回私は何に使うために購入したかというと、私フリーランスなので自分でね、確定申告をするんですけど、去年のレシートをまとめるケースが欲しかったんですよ。もともと家にこれが4つストックがあって、あと8枚あったら12ヶ月分で分けられるなと思って購入してきました。だいたいね、私結構こう領収書があるので、この大きさに1ヶ月分がすごくね、ちょうどいいサイズになります。ちょっと来年の確定申告は早めに準備して、ちゃんとこれを使いこなしたいなと思ってます。やろうと思った時にね、買いに行くとね、もうそれでまた時間食っちゃうんで、ちょっと先にね、忘れないうちに買っておきました。
あとはリピートの食品、こちらです。食べるスープ、揚げなすとほうれん草の味噌4食入りです。半年前ぐらいに食べるスープとご飯にかけるシリーズをじっくりご紹介した時に出会ったんですけど、私結構無印の食品大好きなムジラーなんですけど、このスープはね、私の中でダントツナンバーワンです。揚げナスの感じがフリーズドライとは思えないぐらいすごいリアルで、ほうれん草もちゃんと食感があって、お味噌が本当に美味しいんです。ちょっと汁物が欲しいなっていう時にとっても便利なのでね、もうこれはね、ちょっとね、また買っとこうと思って購入してきました。あとはですね、その時にご紹介したんですけど、やっぱり美味しくて購入してきたのが、ご飯にかけるシリーズの牛すじとこんにゃくのぼっかけ、すっごい美味しかったです。これは神戸の郷土料理らしいんですけど、私の大好きな甘辛系の和食の味がすっごい美味しいんです。これほんとご飯にかけるだけでとっても美味しくってお気に入り。あともう一つ購入してきたのが、ご飯にかけるシリーズのごま味噌担々スープ。これは豚ひき肉を白ごまのコクと豆板醤の辛みで生かしたスープに煮込んで、花椒油の香りを効かせた中国の郷土料理みたいなんですけど、私担々麺好きでちょこちょこね、ラーメン屋に行ったら担々麺食べるんですけど、このご飯にかけるタイプってどうなんだろうって思ったら、結構ね、しっかりとしていて美味しかったです。外国のスパイスの味っていうのがすごくね、家でね、ランチを食べる時に欲しくなるんですよ、すごく。でも私は好きだけど主人は好きじゃなかったりとかもするので、もうね、こうやってね、一人前で売ってるのが本当にありがたい。あともう赤ちゃんがいる生活なので、やっぱりね、気づいたらもうお昼が過ぎて1時半とか2時になっていて、でもお腹が空いてなんか食べたいなって時に、もう本当にこの辺のシリーズはすっごくありがたい。家にね、ストックしておきたいなと思って購入しました。しかもね、やっぱり無印はこの化学調味料、合成着色料、香料不使用っていうところが、こういうレトルト食品の中でもすごくね、体に悪くないなと思って、なんとなくね、嬉しい。ぼっかけの方は209キロカロリー、こっちは262キロカロリーなので、まあちょっとね、カロリーはありますけど、本当にね、美味しくて、よくあるレトルト食品と違う味が本当に味変になって幸せな気持ちになるので、おすすめです。では今日の水のゆうかチャンネル、いかがだったでしょうか。私もね、ほんとね、無印良品ってずっと通ってるんですけど、シンプルだけど飽きないっていうのが本当にいいですよね。私もね、見過ごしてるようなアイテムもあると思うので、よかったらね、無印良品でこれおすすめだから、ぜひゆうかちゃん買ってみてっていう商品があったら、コメント欄で教えてください。では今日も水のゆうかチャンネルを最後まで視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったよって思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。